ガリバープレゼンツ金曜日のガリババタイム。金曜日のガリババタイムをご視聴の皆様、ガリバー福山南蔵王店のリスナーのお客様、お待たせいたしました。4月23日金曜日のガリババタイム始まりました。今日のガリババタイムはババと田淵とニューフェイスの登場です。はい、ということでですね、実はですね、お伝えをしそびれていたんですけど、今ですね、絶賛店舗改装中でございまして、はい、なかなかね、ちょっと遠くからは見えにくいんですけど、一応ね、ガリバ営業中って書いてますんでね、お客様のご来店は全然お待ちしてますんで、よろしくお願いします。はい、毎日元気に営業しておりますので、皆さんお越しください。はい、ということでですね、さっき田淵さんからもあったんですけど、今回のですね、ニューフェイスは新卒がお目見えになりますんでね、お楽しみにしてください。はい、それでは今日も張り切っていきましょう。金曜日のガリババタイムスタート。金曜日のガリババタイム、この番組はそうこなくっちゃガリバーのガリバー福山南蔵王店がお送りします。はい、皆さん、いつもなら毎週恒例お客様のありがたいお声コーナーをやるところなんですけども、今日はですね、先ほどお話したニューフェイスの北村奈々さんですね、新卒の方に登場していただいておりますので、ちょっと一言いただきたいと思います。奈々ちゃん、はい、本日からガリバー福山南蔵王店に配属になりました北村奈々です。わからないことばっかりですが、はい、頑張りますのでよろしくお願いします。はい、ということでですね、フレッシュやね、田淵さんね、可愛いですね。2年前の田淵さんもこんな感じやったよ、うん、覚えてないです、ね、覚えてないということでね、奈々ちゃんね、出身は京都ね。京都です。京都。趣味は？趣味がなくて、YouTube を見ることが唯一の趣味です。はい、ということでリスナーの皆様、奈々ちゃんの趣味募集中です。お願いします。ぜひですね、レディモのアプリか、もしくはガリババタイムのメールアドレスまでご連絡いただければというふうに思います。はい、ということでね、今日は3人でお伝えしていきたいというふうに思いますんでね、ぜひよろしくお願いしたいと思います。では行きましょう。毎週恒例お客様のありがたいお声コーナー、イエーイ、わっしゃい、わからへん、はい、ということでね、わからへんという感じでね、しかも全然盛り上がらない感じの喋りでしたね、今ね。ういういしいな。はい、ということで田淵さん行きましょう。はい、本日のお声は、2件ですよ、2件ですね。はい、じゃあ1件目、馬場さんから言ってもらってもいいですか。はい、ということでね、1件目いきたいと思います。本日は査定していただきありがとうございました。ご担当の田淵様、短い時間で話を煮詰めていただき大変感謝しております。次回の機会あると思いますので、またご相談申し上げます。ありがとうございました、ということでした。はい、ありがとうございます。はい、よかったね。このお客さん、どんなお客さん、これさすがに車ないけわからんな。そうですね、まあそのまだお手放しされないって形だったんで。あ、へえ、ま、じゃあ大体どんなのかも分かってると。そうですね、お客さんはすごいと思いません？これだけでわかるんですよ、田淵さん、本当に、僕も見習わないとダメですね。はい、つぶさに覚えている田淵さん、すごいと思います。はい、2つ目、はい、馬場支店長様。お、はい、僕ね、はい、はい、いい車を紹介していただきました。はい、私は今まで独身のためいろいろなことに一人で決められなかったのですが、馬場さんの一言で目が覚めて最高の車に出会いました、本当にありがとうございました。感謝しきりです。人を信じることは素晴らしいことなのですね。本当にありがとうございました。お客様、はい、本当にありがとうございます。恥ずかしいですけどね、こうやってお客様に褒めていただけるってね、すごくいいことなんでね、奈々ちゃんもね、お客様に愛されるようなね、お店のスタッフになっていただければなというふうに思います。はい、じゃあ続いていきましょう。今
今日はここからなんだ。はい、ということで今日は皆様お待ちかねの支店長の在庫情報コーナー、イエーイ、わっしょい、はいはい、ということでね、わっしょいできるようになった一回これ。ちなみにね、この子あれなんですよ、今日あの奈々ちゃんは配属初日ですからね。配属初日で2回目のわっしょいができる、もうこれはポテンシャルしか感じれない。はい、ということで今日のお車行きたいと思います。今日のお車はですね、ちょっとね年式は古いです。平成19年式ワゴン R FXS リミテッド、お色はパールホワイトになります。距離はなんと驚愕の26,000キロ、車検は令和4年の10月までついております。ということでですね、オーディオ関係は CD 懐かしや MD 純正のアルミホイルだったり、ドアバイザー、フロアマット、スペアキーもついてあります。ということで気になるお値段は車両税込みが298,000円、オプション費用、整備費用、諸経費等は別途となりますのでよろしくお願いします。皆さん見に来てね。店長、はい、メッセージ来ましたよ。メッセージ来た、はい、リスナーの方から。そうです、そうです、やったぜリスナーの方送っていただいて本当にありがとうございました。こっちはなかった、ごめんリスナーのお客様本当にありがとうございます。読み上げてもらおうかな。あ、どっちが読み上げる、ナナちゃん読み上げるか。ラジオネーム、さやかさん。さやかさん、ありがとうございます。いつも楽しく聞いてます、はい、田淵さんと馬場さんは大阪出身ですか。馬場さんのノリと田淵さんのノリツッコミ期待してます曲のリクエストしてもいいんじゃろうか。バックナンバーのハッピーバースデーを希望します。頑張ってね、ということです。はい、ありがとうございます。私は大阪ですよ合ってます合ってますよ馬場さんは大阪じゃないです、滋賀です。ギリギリ関西らしいです。以上です。もう何も言えんということでね、滋賀県もしっかり関西ですね。まあ琵琶湖しかないんですけどね。琵琶湖しかないわけじゃないよ。ん、滋賀はね琵琶湖があるでしょ。まずね琵琶湖がある、うん、そして琵琶湖があるんよ琵琶湖しかないじゃん。そう、いや実はそうでね、あの彦根城とかあるよちゃんとね、うん、彦根あるんですよ、彦根、皆さんわかりますね、うん、そして種屋ね、種屋、種屋のバームクーヘン、この前言ってましたけどね、種屋のバームクーヘン、滋賀県は本当にいいところです。皆さん一度はおいでやすというところですね、はい、なんとこの場で今滋賀と京都と大阪という、はい、奈々ちゃんが京都なんですね。そう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 、だから大阪の水を止めてやるというのが滋賀の強い気持ち京都が管理してます。そうなんですよ、皆さん知ってました、滋賀の水をなぜか京都が管理しているということですねはい、ということでね、今日の本当に、あ、ごめんなさい話ずれちゃいましたね。さやかさん、はい、さやかさんです、うん、あのしっかり今ノリツッコミとボケやってみた感じなんですけどね、あのどうだったでしょうか雑な、何雑談です、何でもいいのよ、どうしよう私の今一番困ってること言っていいですか。あ、一番困ってることはいはい、何でしょう、アナさん私の地元でマットレス買ったんですけど、うん、それがまだ届いてなくて、私今木枠に、スノコのベッドの木枠にお布団敷いて寝てるんですよ掛け布団を敷いてかわいい、今日俺がマットレスを買ってやろう、もうそれはお願いします。かわいそうやな、びっくりするね。あのちなみに皆さん雑談の話なんであれですけど、あのマットのない人、これね結構すごいいい話で、あのこれ聞いたら分かると思うんですけど、情熱情熱情熱カッカック、これで分かりますか分かる、分かりますよ、分かる、情熱価格ね、ドンキホーテさん、はい、あそこにあるねエアベッドっていうの知ってますか。知ってますよ、エアベッド、コンセントさしてね、あのコンプレッサーでボーンって回して空気入れるんだけど、すごいいいの本当に、あの私それ使ってるんですけど、別にドンキホーテさんをすごい応援したいというわけでは、あ、まあでも応援したいな、情熱価格だし、あのそのエアベッドね、あの結構サイズもあって、シングルサイズ、ダブルサイズ、キングサイズかな、なんか3つぐらいあるんですけど、で僕一番大きいキングサイズでね、あのいつ寝返りが打っても大丈夫な状況を作っているという感じなんですけど笑うな
笑うな、でも笑っていいよ、はい、ということでね、あの自分で硬さも調節できるしね、あのすごくいいです。マットレス買うとね、やっぱマットレスでどうしてもね高いっていうのとね、壊れた時にまた買い替えすごい何万もしますけど、情熱価格は7980円とかね、1万いかない、めっちゃ安いです。しかもお友達のねお家泊まる時、あ寝床にいいなの時なんかもねすごくいいと思います、はい、ということで今日は情熱価格ドンキホーテさんのエアマットのご紹介でした。はい、今日もあっという間の15分でしたね。17時以降も夜は20時まで受付してますので、お客様のご来店を心よりお待ちしています。はい、4月に入ってね、もう結構佳境に入ってきますけど、やっぱね土日のねお客様のご来店は多いんですよ。皆さんまだ4月ですけどね、はい、ということで多いんですけど、まあこういうタイミングこそね、ぜひ平日にお客様ご来店いただいて、しっかりね相談していただいて、少しでもいいお車をね探していただければと思います。奈々ちゃん、はい、今日緊張しましたか？めちゃくちゃ緊張しましたでも楽しかったです。楽しかったです、はい、よかったです。はい、ということでリスナーのお客様も最高に楽しかったでしょう。はい、ということで本日のお相手は私ババと田淵と北村でした。はい、それではまた来週お会いしましょう。 See you next ガリバブタイム。バイバーイ。バイ。金曜日のガリババタイム。この番組は倉庫なくっちゃガリバーのガリバー福山南沢店がお送りしました。